はい、画面の前の皆さん、こんにちは。鮮血でございます。今日はですね、お酒の方を飲んでいきたいなと思っておりますが、今回飲むのはこちら、大蔵という日本酒の方をね、飲んでいきたいと思います。で、まあ実際に飲む前に、この大蔵というね、お酒の基本スペックの方をね、喋っていきたいと思うんですが、まず商品名大蔵、ヤマハイ特別純米ですね。で、使ってるお米が備前お待ちと、こちらにね、表書きの方に書いてあります。で、例えばヤマハイ仕込みとかって何とかっていうのはちょっとね、ググってください。毎回ね、動画で説明してるとどえらい動画長くなっちゃうので、もうそういうのはググっていただいた方が早いぞということで、そういう詳しい説明の動画を、今後上げることはあると思うんですけど、そうでもないときはもうググってもらった方が早いと思うので、ぜひググっていただければなと思います。で、自家組ですね。自家組、室賀生原酒で、こちら R1BY と、令和1年、令和元年にブリガディイヤーズの頭文字になるので醸造をしましたよというお酒になっております。原材料名、岡山県産のお待ち 100% と、備前お待ちですからね、精米部合は 70%、 そんなにめちゃめちゃ削っているタイプではないです。で、アルコール度数は17度ですね。ちょっと強めの日本酒で、日本酒度という、数値、こちらがプラスになればなるほど辛口で、マイナスになればなるほど甘口っていう基準になるんですけど、こちらプラス4度、ちょい辛ですね。で、酸度が 2.6 ですので、そんなにこれも酸度もすごく強いっていう感じではないのかな。で、酵母が境界7015という、お酒、こちらね、大蔵ヤマハイ特別純米というお酒をね、実際に今から飲んでみたいと思います。はい、それではね、実際に今から飲んでいきたいと思います。若干ベハップしてない、これ昨日開けたんですけど、撮影してる今日の前日開けたんですけど、まだ若干ベハップしてますね。よっ、開けた時はもうショーンって音したんで、結構ベハップは強いタイプだと思います。じゃあこちら飲んでみますね。いただきます。あ、香りは米っていう香りするな。甘酸っぱい匂いがしますね。米がちょっと発酵して、慣れ寿司みたいになった時みたいな酸を感じますね。濃い。味が濃いです。淡麗の辛口みたいな、スッて入るようなタイプではなくて、意外と飲むとね、グッと重みを感じる、濃厚なタイプですね。食べ物はすごく選ぶ気がします。すごいね、ベーシックな日本酒からはすごく離れたところに味があるタイプの日本酒ですね。度数もね、17度あるので、普通の日本酒、普通の日本酒も大体12度ぐらいから17、8度の度数の中なので、結構濃いは濃いんですけど、アルコールの濃さっていうよりは、もう本当に味として濃い、グッという飲み応えがあるタイプですね。で、日本酒度プラス4なので、ちょっと辛口の、表記になってるんですけど、糖がね、これ多分めちゃくちゃ多いんで、ドライではないですね。甘さもめちゃめちゃ感じます。飲んだ瞬間に辛いんですけど、辛いというかドライなんですけど、甘みもすごくあるので、なんていうのかな、軽くはドライではないですね。ドライっていうタイプの辛口ではないです。で、辛口っていうよりも一番の特徴はまずね、濃厚な重みと、その後に鼻に抜ける酸ですね。すごく酸度が強い、酸が強い。2.8、2.6? もっとあると思いますけどね。数値的なものだとちょっと何とも言えないですけど、全体的に最初にちょっとこう、慣れ寿司みたいな香りが来た後に甘いんですよ、鼻の中でも。香りとして。で、飲むと酸をすごく感じます。近いものってなんだろうな。
なんだろう。わからんな。独特。まあ、とにかく第一印象として味は非常に濃く感じますね。味は濃いし、飲み応えもあるし、酸が強い。重たい、ちょっと酸っぱくて甘みもくるっていう感じです。で、これヤマハイなんですけど、ヤマハイほど、こう、なんだろう、癖は感じない。ヤマハイ独特の癖ってあるんですけど、これに関してはそれは薄いですね。ヤマハイっていう味はあんまり、しないので、非常にそういった意味では飲みやすいタイプかなと思います。ですので、辛口にありがちな香りも穏やかで、淡麗でスカスカ飲める飲みやすいっていうタイプでもないし、逆にこうヤマハイみたいな独特のドンという癖があるわけでもないし、最近流行りのね、こうフルーティーなすごく華やかな香り、バナナとかっていうような、華やかな香りもしないんですが、日本酒の中ではかなり特殊な味のする日本酒だと思います。多分こやつはですね、缶つけても美味しいと思います。ただ缶とかでも美味しいんですけど、冷やでも美味しいんですけど、つまみはいらないタイプ、つまみいらずな日本酒だと思いますね、こいつ。というわけでね、今回は、こちら大蔵、ヤマハイ純米、ヤマハイ特別純米大蔵ですね、株式会社大蔵本家というところが作っている奈良県柏市の日本酒、今日はこちらを飲んでみた動画でございました。また次回、次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。よければチャンネル登録や高評価していただけるととても嬉しいです。動画撮影の励みになりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。先月レシピチャンネルでした。次回も乞うご期待。